冥王バルドギール率いる闇ギルドタルタロス。ギルドメンバーは全員がゼレフの書の悪魔エーテリアスで構成されている。彼らの目的は大陸中の魔力を消滅させ、ゼレフが作り出した最強の悪魔にしてタルタロスのマスターである END を復活させること。フィオーレ王国の危機を救うため、夏たちフェアリーテイルはタルタロスに立ち向かった。この本は大事な本なんだ。最強の悪魔 END とは何なのか、ゼレフの真の目的とは、夏とゼレフの関係は、全ての謎を解き明かすため物語を最初から紐解いてみよう。フェアリーテイルの冒険はここから始まった。楽しいでしょ？燃えてきた！次の仕事を探し、なんでルーシーが何よ、そりゃこんな知らねえでついてきた。マカオ、こんな寒い山、それさ、こんな
許してください。お？どうした？ルーシーが。え？助けなさいよ！俺の炎はただの炎じゃねえぞ。あの炎は全てを破壊する。ただの炎じゃねえぞ。カリュウの炎は全てを破壊する。バル。ナッツが。おと。開け、金龍宮の扉、タウロス。うん。牛。私が牛。そう。よくもと。ナツって。あ。そ。いいか。だが早く。カリューの方と。カリューの方と。ぐ。ナッツの…え？バル…テイクオーから…わ…今戻った。おかえり。そうか、ところで。あい。夏がハッピーみたいになった。二人の。なん。詳しく。行くの。エルザと夏とこれってフェアリーテイルス。
フェアリーテイルの女魔導夏たちとフェアリーララバイの初はい軍の将楽しいでしょ？もらってほしいのはやっぱり酒だね。あとは私に任せてくれ。
また会え。悪いが。行くよ。落雷の運命。行くよ。落雷の運命。ガリューの冒頭。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。おしば。いや。な。ま。貴様。まだは駅よっザあと逃げるのかエリガ。ナイスギミシャンナッもらっちゃいた。誰にも負けたくなければ、まずは己の弱さを知ることだ。優しくは。道が…え、そ…じゅ…行くよ。落雷の運命。行くよ。落雷の運命。カリューの冒頭。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。行くぜ。
放送室にグレイはてめえらのマフ何ややこしい話は切れやらばいあのまもらって嬉しいのはやっぱり酒だね。ねえ、エル、もう本当周り。ガリューの暴走。ああ！開け、緊急通報扉。行け。ただの炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。住民ジュエリゴてめえこれは取りかま炎の炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。
グレイカ、二手。ああ、そういえばディス探す。カリューの暴走。ああ、ほら。